どうにかやっつけたな。これでこの遺跡からも危険は去ったわけだ。その通りだ。これで人々がモンスターや天変地異に苦しめられることはなくなるだろう。去り際のセリフが気にはなるが、伯爵の企みは完全に阻止したのだからな。よかった。これでもこの世界は大丈夫なのね。私安心してなんだか涙が出てきちゃいました。これでわらわも心置きなく宝集めと入浴に勤しめるというものじゃな。やっとエンディアスにも平穏が戻ってくるのね。そうだな。これでようやくみんなが静かに幸せに暮らせるようになるんだ。ええ、クラントールの人、シルディアの人、ルーンベールの人、エスティアやフォンティーナの人、それだけじゃなくリーベリアの人たちやエルダの人たちも、世界中の人たち、みんながね。ああ、もうローゼリングやそれかアミルたちみたいに辛い目に遭わされる子はいないはずだ。本当に良かった。そうね、それもこれもあなたが頑張ってくれたからよ。先生としてはご褒美をあげたい気分ね。何がいいかしら。え、褒美？何がいい？世界を救った勇者に女神のキスとか。あ、いや、すいません、冗談です。そんなこと？別にいいわよ。じゃ、目を閉じて。え、あ、はい、目を閉じて。え、よくできました。免許改伝よ。私から教えることはもうないわ。え、な、あらあら、大胆。あの公衆の面前でそんな。お前たち一体何を。そうよ、一体何なのこれ。私としては挨拶くらいのつもりだったんだけど、なんだか大変な雰囲気ね。卒業のお祝いサービスしすぎたかしら。みんなごめんなさい。俺まだ卒業は早いっす。なんかもっといろいろ教わりたいです。大人な世界についてとか。何が卒業じゃ、何がヘヘヘじゃ。レイジ、何をデレデレしている。どうしてお前はそう美人と見るといつもいつも。私とて昨夜に引けは取らぬと自負しておるのに。おめでとう、レイジ。とでも言っておけばいいのかし。え、おい雪姫、なんで怒るんだよ。もしかしてローゼリンでも。怒ってないわよ、別に。そうよ、誰もあんたのことなんか別に何とも思ってないんだから。私は怒っているぞ。いいかレイジ、勇者たるものご褒美のキス一つでそのようにだらしない顔を。おい、聞いているか。全くじゃ。キスの一つや二つして欲しければなぜわらわに言わぬ。どれ、わらわも。ダメです、こんな。どうしてそんな羨ましい、じゃなくて恥ずかしいことを平気でできるんですか。レイジ君、大人気じゃない。いや、そんなこと言ってる場合じゃ。わっと、わかったから。雪姫、もう勘弁してくれって。みんなも機嫌直して。咲夜さん、なんとかしてくださいよ。
サクヤさん？サクヤさん、どうかしたんですか？遠い空を見つめて。ごめんなさい、ちょっと考え事をしてたの。これから行かなきゃならないところとか、やらなきゃならないことがいくつか出てきちゃったから。そう。でも大丈夫。今回のことでレイジはみんなからいろいろなことを教わって、勇気や力を分けてもらったから。それにどこに行っても頼れる仲間たちが手助けしてくれる。あなたたちを見てるとなんだかそんな気がしてくるの。そっか。これからサクヤさんがどこに行こうとしているのか、何をしようとしているのか、それははっきりとはわからないけど、でも約束しますよ。俺に限らず、雪姫もローレライたちも、それに他の仲間たちも、サクヤさんが困った時には必ず助けに行くってな。そうだろ？ええ、必ず行きます。うむ、よかろう。私もお手伝いを。まあ、わらわも手を貸さんでもないぞ。もちろん、私だって。いつでも呼んでくださいね。ほらね。ですから、サクヤさん、またその時には。ええ、ありがとう。その時はまたよろしくね。